山下若菜は日本のタレント。福岡県福岡市出身。愛称はわっちゃん。サンスポアイドルリポーターで初代統括リーダーを務めた。所属事務所はソウレプロモーション。三姉妹の次女。高校生の頃から地元、福岡のある財団の劇団で活動する。福岡の商業高校を卒業して就職する予定であったが、 高校の演劇部の同士で立ち上げた劇団の公演が、就職予定の会社の入社前研修と重なってしまい、劇団を選択。これを機に演劇を仕事にしたいと決意し上京する。オーディション合格により、舞台女優としてデビューしたが、当初は次の仕事にことかく状況であったため、自分で劇団を立ち上げ脚本を書き、それを他の劇団に売り貸ししながら、収入を得ていた。 この他にグラビアアイドル、ライブ MC などでも活動。2008年末頃からテレビにも進出。2011年以降は7年以上にわたり、サンスポアイドルリポーターサーの活動を主としてきたが、2018年11月13日のライブにおいて翌年での卒業を発表。2019年3月25日に卒業公演を行った。 さあ、卒業後は2019年にワールド・オブ・ザ・キャラクターズを立ち上げ、自らも光の姫嬉しい規約として出演する。2021年5月には、角川文庫主催の2020年度、格読むウェブ小説短編賞に、ハレルヤ、神様はドルオタになりましたで、応募、短編賞と短編小説マイスターを受賞した。ありがとうございます。